小橋市営から福井庵市営まで歩いてまあ10分から15分ぐらいで、うん、まあこうやってあの街をブラブラ巡って、ね、例えば友達から得た情報とかを元に食べに行くとかね、うん、そういうのもいいのかなと思うけどね。満島屋があるっていうふうに聞いたけど、この辺かな。一个黑丹馒头特级。ここの黒糖馒頭が美味しいっつってね聞いてちょっと来たけどな。うわなんかもうこう割ってみるとカステラみたいなね、日本のあの長崎、九州の長崎とかカステラがあるんだけど、カステラみたいなね。ちょっとこれ、おいしい。もうふわふわの歯触りとさ、黒糖のこの味わいってあるじゃないの、普通の砂糖と違うほのかな香りとね味わいがもう最高だね。これの風味がすごい味わいがふわっと広がって、出来たてをね食べるという、うわー、うん、なんとも言えないこれ。いや、あの今までで食べた、まあ、甘いものとかデザートとかパンとかね、そういうものの中でもかなりこれきめ細やかな生地だしね。うわ、もう黒糖の甘みがふわっと広がっておいしい。満足して日本に帰ることができそうです。いい思いをさせてもらったなと、また台湾に来ると待ち遠しくなりますわ。もう本当に飽きることがないというかね、これだけバリエーションがあって変化に富んだ食べ物をもう腹いっぱい十分に満喫して、スーパーオラジャッパーという今本当に感覚だな。